やっぱりトータルスタディ性があることだったんですけど、着付けとかやりたくて、でも他にもメイクとかエステとかいろんなことができるので、やっぱ美容のカットとかそういう技術だけじゃなくて、いろんな分野について学びたくてチューブ美容を選びました。やっぱシャンプーとかは絶対入ってからすぐやるので、やり方とか手順とかしっかり覚えといた方が良かったかなって思うのと、その後のブローとかも入ってから結構苦戦したので、先生に言われたこととかちゃんと覚えとくのが良かったかなって思います。あと練習とかは入ってからもっと忙しくなるから、宿題とかは本当に真面目にやっとくのがいいかなって思います。やっぱシャンプーの授業です。友達とかとアイモデルになってやるんですけど、なんか喋りながらやったりとかあとヘアアレンジも一緒に交代交代でやったりとか楽しかったです。私はワインディングの部門に出たんですけど、最初はあんまりどんだけ練習するとか考えてなくて、とりあえず選ばれたいって思ってて、すごい練習してで選ばれてよかったんですけど、そこから練習結構大変で、授業中とかみんなが他の技術やってる時とかは他の部屋で集まってやるとかが結構多くて、でもそのたくさん練習した頃に比べたら、やっぱあの時すごい練習したけど今の方が大変だったりするので、いっぱい練習しといてよかったなって思います。大会とかもすごいみんなで頑張ったっていう思い出になってるので、すごい出てよかったなって思います。思ってたより練習が結構大変で、営業後とか練習すると結構帰りが遅くなったりとかするんですけど、でもそれが一番大変だなって思ったんですけど、でもやっぱ営業中とかにシャンプーとか些細なことで褒めてもらったりとかすると、それがやりがいになったりとかするので、それで頑張ろうって思います。